か、僕は。で、これ別にどれでも入る。どれでも入る。パフとかパフです。じゃあ、僕、タフピロでもいけた。うん。その中で、じゃあ、その状況、その時の状況とかで、生活できるか、バランス崩さないかを考えると、おそらくこれになるんだけど、ここでもいけるんです。いけないわけです。ここでも多分いると思うんだよ、おなちゃんが。これに相手で登ってる人は。ただ、柔らかい。で、配膳も結局ブニャブニャ。つま先でこう立ち込んだ時にちょっとブニャブニャしてるから、バランス崩しやすいっていうデメリットがあって、で風吹くと結構冷たいんですよ。だからマイナス20度とかで、風が20メートルぐらいの風吹くと。マイナス40度ぐらいになると、今度は足がもう冷たくて、これだと。夏吹雪なのに冷たくて、温泉がないんで、あんまりないんで、冷たくて、凍傷になる可能性があります。まあ、動いてる時はならないんですけど、ちょっとこれトラブルができる。そうすると、これはちょっと、きついなと。いけないわけじゃないけども、ちょっとなんかこう、デメリットなことを考えると、最悪の状況を考えれば、これはちょっと不利だなと思いますよね。っていう判断になる。だったら、相手はもう、入っていない。で、これとこれは別に同じ本で、シングルで、革で、まあ、本材が入っている。で、まあ、相手もするように、そこが硬い。それととにかくそこが硬い。動かない。一切終わらない。プラスチック風にできてるんで。全く動かない。これは、基本的にも冬はクライミングなんです。考え方として。で、日本では夏とか冬とかで山を分けてるんだけど、これは夏と冬の状況はあまりにも違いすぎるから分けてるんだけど、ヨーロッパとかでは夏物、冬物とかいう夏山とか冬山っていうやり方はしない。まあ、冬季はあるんだけど、どっちかというと高さによって、まずウォーキングね。ウォーキングとかこうトレッキングとかハイキングとか、まあ、高さがあって、で次にマウンテニアリング、まあ、岩場があるというところをこうちょっとクライミング要素のある登るところで、それに雪が入ってくる高さね。例えば 3000m ぐらいのところはマウンテニアリング、 2000m ぐらいから 1000m ぐらいのところはトレッキングとかバックパッキングっていう楽しみ、山同じ山登りで、まあ、テント持って旅をするみたいなとか、ちょっとこう軽く山のふもと、高い山のふもとを登ってトレッキングをするという感じのやり方で、でアルパイン、その雪があるところだったりエクスペディションというやり方する、こう高さによってこう状況、山の高さで靴を使うわけです。呼び方が変わる。でこの辺は例えば 5000m ぐらいのものだから夏でも冬でも関係なくてこの靴は必要なんです。ヨーロッパで 5000m ぐらい登ろうと、そうかも氷河を登って雪山を登ろうと、そういう時はもう雪が常にあるんでこれは必要なんです。アルパインに出かけるんだったらこの靴が必要です。マウンテニアリング、ちょっと岩場で雪もたまに出てくるから、これだったらこれ、でもっと岩場だけだとクライミングシューズに入ったりとか、クライミングシューズって普通のボルダーリングをするようなああいうのを使ったりとか、岩場によると思う。でもちょっとこう登る山を歩く要素もあったらこの靴は入ってるんですけど、でちょっと雪が出てきたりとかしても一応アイゼンある程度硬いプレックでアイゼンつけてこうつま先で立ち込んで登っていくっていうことも対応できるぞっていう。でこれはどっちかでバックパッカーテント持って山を旅する、登山というよりはもうバックパッキングとテント持って山を旅するって思ったりだとっていうレベルだったこので、日本の夏山と呼ばれている山の登山道としてこう整備されている山はそのバックパッキングぐらいの靴で歩けるようにできているよね。これ快適になるというか、これはいらない。でこの靴が必要になるのは、必要なところは必ずも階段とかついている。今日本ではで、まあ、基本的にはいらないと。バリエーションルートって言ったら、そのルートでない岩場を歩いて、で、っていう時にこの靴を使うんですけど、
多少雪が出てきても途中で対応できるので、はい、なかなか日本ではそれ登るところが少ない。来ただけのバットですからね。滝谷を登ると滝谷北穂の滝谷の希望がある岐阜県側の浦和奥湖の滝谷いわば登山道じゃない、はい、を登るときに必要なこれ、あ、これ、うん、っていうか全てマウンテンマウンテニアリングブーツマウンテンブーツと呼ばれてて、それをなんかトレッキングとかで持ってるからメーカーをね、日本のメーカーは売りたいから、それを確実にこう分けるとこれしかないわけね、日本の登山道あるっていう、これしか必要ないわけ、日本の登山道あると思う。日本の登山道だったら、もう、これしかない。これが必要。これでいい。これで登れるように整備されてる。やり方だけだと、階段ついてる。昔のやり方だったら、これが必要。ロープつけて、クライミングをしなきゃいけなかったんだけど、あ、じゃあ、これはクライミングってクライミング向きなんだ。これはね。クライミングゾーンって書いてある。クライミング向けだけど、普通の本番の岩場があり、まあ、やり方に行くんだったら、あの普通の沢をもずっと歩かなきゃいけない。ということは、あのクライミングブーツでは歩けない。クライミングシューズでは歩けなくて、これを履いていく。これで岩場を。クライミングブーツは、その、普通の登山道に行くよ。登山道では必要ない。必要ないくらいな、こう、なんとか、こう、硬さと、もうアイテムつけて歩くこと、歩けるんだったり、岩場でこう、立ち込めるように、先が細くなる。まあ、必要ないじゃん、普通のルート。普通にやり方だけど、そんな必要ない。っていう感じ。それを結構、こう、いろんなお店で、いろんなメーカー、クライミングメーカーね、スカルパとか、スポルトとか、メーカーのやつが上がるものとかもそうなんですけど、クライミングシューズメーカーが、スローガンもクライミングシューズって言うんですけど、一応こういうのはクライミングメーカー。何て言う派手な。で、セグワンタッチが作る。柔らかくて、先が細くて、このつま先からこう締め込まなきゃいけない。から、つま先からこう締め込めるように、つま先。そこを指が寄って、安定するんだけど、ね、だから下りを痛い。それで痛いとか、相談が多いのは。これでいいですよ。それでいいです。っていう感じで。じゃあ行くとしたら、この3つかなと。その最悪の状況を考えれば。で、赤だけなんで、途中でこうビバークしながら進むってこともない。行ったことないとかあるんですけど、まあ山小屋があって、1時間ぐらいあった。登山口から1時間ぐらいあった山小屋があって、ここから日帰りで行ってこれるぐらいの距離感で、途中でビバークしながら穴掘って、鶴を掘って、3日間かけて、頂上までたどり着くなんてことは考えられないんで、そうすると、まあこれはでも行けるんだけど、安心なんですよ、暖かいんですよ、安心だけど、まあこのどっちかでもいいかなと。これでもでこの違いは、まあ、これシングルで、革でできていて中に本材が入っていて、で、まあ、とにかく軽くて歩きやすいで蒸れにくいの冬用、まあ、日本では冬用アルパインです。でこれはエクスペディションもっと高いところに、まあ、鉱山に何日もかけてこうアタックする頂上に目指すっていうのに、あの最適に作られているのはプラスチックです。で、なんでかっていうと、汗かくと、低いところから行くから、低いところから行くから、どんどん汗をかく。低いところ。まず歩き始め、登山の歩き始めは低い、標高の低いところから、どんどん高いところに目指す。で、何日もかけて行きますから、低いところは汗をかく。濡れる。これ濡れる。でどん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 寒い高いところから乾かない凍る、うん、で冷たくなる凍傷になるってことです。で最終的にはもう頂上マイナス50度とか体感温度マイナス50度ぐらいぐっと触されて壁がボンボンってくると凍傷になるから濡れていて凍っていて、だから向かないと何日も何日もこう頂上を目指す。だ冬のやり方がどこで3日とか閉じ込められるとその中に1週間ぐらいしなきゃいけない。
何日も何日もこう頂上を目指すのに頂上を目指すのに何日もかかる登山、冬のね、日本での冬の登山では濡れて凍って冷たくなって凍傷っていう状況に陥るから、そうならないようにするには、このプラスチックブーツが必要。なぜかっていうと、この2つ、こう分かれてるんですよ。インナーブーツとアウトブーツ。で、何日もかけて登山する。で、テントだったり、雪道だったり、生活するんだけど、これはですね、まあ、山、登山が終わって、まあ、テント張って、でテントの中ではこれを隠して、これを凍らせて、これを履いたままテントの中で生活すると、でこれを履いたまま寝るんです。寝る、まあ、これも別にシラフの中にして入れてたので、こうか。寝ると、寝てる間にこう乾くんですよ。履いてると。まあ、着てるものは全然乾くんですけど、寝てるシラフの中で、ね、寝てるときに身につけてると、乾くと。で乾くとドライ。な状態で次の日に行ってきます。感じで履けば、次もドライ。次もドライ。で、風が吹いても、まずこのプラスチックは風を通さない。から、こっちにここでシャットアウトっていう。で、中でこう、まあ、保温してくれる。で、汗が濡れる。で、夜はまたこう乾かす。っていうのを繰り返しで使えるのが、使いやすい。これも別に寝るときに履いてればいいんだけど、これずっと履いてると、テントの中とかで履いてると、ね、どん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 こう、消えてくるんですよ。締め付けられてるから、この靴の場合は、すごく硬いし、どんどん減ってくる。から、逆に乾きにくい状態。体温が失われていく、まあ、痺れてきたりとか。履いてられないし、足が痛くて。テントの中とかで生活してるときは、寝てるときに。そうすると、こっちの方が快適に過ごせる。で、テントの出入りもこのままで出入り別にできるから、雪があって、そう、ちょっと雪を取りに行って、今これ履いたまま、ダーッと行って、テントシューズ、それででもこれ、そのまま、そうそう、っていう感じで、で、汚れない、雪だから。雪もそんなつかないんです、寒いときは。ベタベタいから、つかないんで、別にそんなに払ったりとかする人ぐらいに、出入りもできる。これだといちいちこう脱いだり履いたりとかしなくて、で脱いだり履いたりしない間に雪がこう中に入っちゃうんですよ。どうしても転んだりとかいろんな靴下がちょっとついて履いたりとか、そんなことが起こるんで、もう濡れやすい。ということは、赤だけだったらこれ OK ね。つば九郎も OK。正月ぐらいのつば九郎も。でも、例えば鹿島に行くと、鹿島にはもう3日間ぐらいかけていただきたいんですね。2日間ぐらいかけてほしいんですよ。レベルになると、これのっていう感じの。